どうもこだまるですきいたろです今日はミュージックステーション秋の3時間スペシャルについて話していきます <noise> M ステめっちゃ面白かったねね 私はさ、やっぱ今回ビーファーストが、やっぱ初めて出演するからっていう目的で、まあ普段民んからね。普段民んから、なんかそういう目的で見たんだけど、うん、なんかごめん、最初の方はね、ちょっとお出かけして、録画で見たんだけどさ、なんか、めっちゃ面白かったね。あれ、ミスって面白いなと思って。うん、<laughs> ランキングがディズニーだからすごい楽しいってなって。<laughs> <laughs> この前ディズニー好きだもんね。ディズニー好きだから、ディズニー女だから、うん、そう、なんから全部良くて、 えみたいな。しかもさ、そもそもビーァーストやっぱ3曲やれるん。しかも、メドレーとかじゃなくて、1曲ずつなんやばと思ってさ。ね。いや、そうなん。 ね、バイグッ o イディズニーステージメインストリームってさ、ね、全部に場所あった。うん、3回ステージあったもんね。いやー、そう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 。すごーみたいな。なんか、正直、すごい、いい、いい、なんていうの、扱いって言って申し訳ないけど、いい扱いみたいな感じだったよね。うん。そうだね。交代偶だったね。あ、そうそう、それ言いたかったねい。すごーと思って。うん。だからそういうさ、なんか、スペシャルという機会で、初出場っていう、なんかすごい、見てる人もたくさんいただろうから、なんか、すごい、いい機会だったよね。そうだね。 だし、なんかもう先に行っちゃうと、もう9時台とか超ずっと楽しくて。だからディズニーじゃん。ディズニーでずっと楽しい上に、b r s t メインストリームで、で、最後、なんかあの、アウィチ様っていう方。 ですよね、私ちょっと初めてしたんだけど、うん、そう、あの、あの女帝たちの、ヒップホップの女帝っていうご紹介だったから。<laughs> 確か<に> <laughs> ヒップホップ女帝たちのラップがかっこよすぎて、えぇ、ー、みたいな。なんかこれ地上波でやるテレビ局やばと思って。うん、<laughs> これ確かにそう、結構攻めててい、いい意味でね、いい意味で言うけど狂ってるなと思って、最高だなと思った、うん 確かに。だってもう、タイトルからもうあれだしさ、で、歌詞もあれだし、なんかもうほら、キータルさん怖いの、ヒップホップ怖いやつさ、震えるんだから。そうだよ。<laughs> キータルさん怖いんだから、そういうの。ういや、でもそう、皆さんはすごいマイク、やっぱラップリレーしてって、で、なんか、やっぱ愛来て、 愛とか来て、やっぱユリアン来て、みたいな感じで、やっぱユリアンのあのエンターテイナーの感じとかすっごいやばいと思ったし、大谷翔平っていうパンチライン、うん、ベンツ一括購入とか、いやもう、<laughs> そう、やばいわ、と思って。ユリアンかっけー、と思って。そうだよね。なんだっけいやなんかさ、もう歌詞とかもさ、私、なんかもう結ばれてるの、大谷翔平と、みたいな。翔平、大谷、みたいな。<laughs> そうだよ。でも、でもごめんね、全員お断り、結ばれてるの、翔平、大谷、みたいな感じだよね。そうそうそう。 <laughs> もう、大谷翔平さんもびっくりじゃないこんなところで歌詞でさ、使われて。歌詞に。<laughs> びっくり。<laughs> びっくり。<laughs> いや、だからいいよね。面白かったじちゃう。だから、本当、うん、M ステのなんか面白さみたいな、すごい今回そうわかったわ。ええー、みたいな。よかったよかったと思って。うん。ねえ。いや、そうだね。うん。だし、やっぱり、あの、トークのところも、なんかいつもさ、なんかいつもすごい静かで怖いみたいな時あるんだけど、結構今回訳ありありとしなかった。 そうだね。結構アーティスト同士の絡みみたいなのも結構あったし、すごい見応えっていうか、ね、いい空気だったよね。うん。ユリアンがジュノンとマナと引き連れて階段降りたりみたいな。<laughs> そう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 。一緒にデビューしようなーって言われとったもんね。確かに確かに言われとったね。<laughs> いいよね。しかも階段感想とかも聞かれてさ、タモさんに。そう。二人とも聞かれてたよね、マナとジュノンね。 そう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 。で、しかも私、それでさ、階段、そう、最初から見てなかったから、階段降りてないのって思ってさ、まず。うん。いや、そうなのそうなの。そう。<laughs> 最近もう最初からそこに並んでらっしゃるの。なんでっけコロナ禍からっけえっとね、タイミング忘れたけど、コロナはもちろんそうだね。でもコロナの前からじゃなかったかななんか結構そう、リニューアルして、なんか、そういう感じになっちゃったんよ。あ、そうなの、うん、確かに。よく考えれば、なんか最初から立ちトークみたいなさ。うん、なんか全員集めて立ちみたいな感じか。 よくよく考えれば。うん、もうそうなんよ。あ、そうなんだ。なんか。 エミスといえばさ、あの階段降りるのが醍醐味みたいなとかあんねかうん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 。うん、だって自分があってそうなったら絶対あの階段降りたくないそうだね。だからユリアンそ,、うん、それ言うよね、みたいな感じで、ね。うん、そ,うそ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 う。だから、もう今回マナトとジュノンだけだったけどさ、多分全員降りたかったんじゃないかなと思って。確かに、うんまあ。ケンティがなんか階段についてなんかおっしゃってたよね。<laughs> セクゾーのケンティさんがバラ加えてね、降りたみたいなね、言ってたよね。<laughs> そうそうそう。すごい格好をつけた感じでそうかっこよかったよ。<laughs> そ,うそうそう、彼はちょっとあんな感じだから。 <laughs> 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 あの、遠くで行ったらさ、あの、大人ブルー踊りたいっていうリュウちゃんのさ、うん、あれで、なんか、まちょっと曲流してみんなでちょっとやるみたいなやつあったじゃん。うん。あれもすごいさ、そのアーティストの、なんか例えば、まビ、あ、ーファースト目線で言ったらやっぱ、リュウちゃん、あの、トレジャーのヨシ マナー等かなで、さらに、ユリアンみたいな感じじゃなかったかななんか、うん、おもろい並びで、わざわざヨシ挟んだおもろみたいな。確かに、確かに、そう。<laughs> そう、なんか、あれビーファーストなんか人増えたみたいな、なんか、ちょっと違和感なくなんか収まっとって面白かったよね。わ<そう> <laughs> かるわかる。まあ、なんか、韓国でも流行ってて、みたいな感じでね、おっしゃってたから、うん、まあ、やりたいみたいな人の一人としていらしてくれたんだろうけど、おもろーと思って。うん。ね。あ、それ、タモさんもやっとったもんね。いや、タモさんもかったね。私も分かったね、ちょ,ちょっと。<laughs> <laughs> 今やっとるんだね <laughs>。誰もわからんがね、これ。でさ、あとトークで言ったら、あの、インパクトのある写真のさ、コーナーで、あの、マナとか紹介してくれたのが、花瓶中の竜兵って言って、竜ちゃんがすごい決めポーズ決めながら、うん、なんか寝撮る写真、うん、うんうん、見た見た。あれもめっちゃ良かったよね。へえー、みたいな。<laughs> そう。めっちゃセクシーでさ、でもなんかタモさんが、セクシーゾーンこの写真見てどうみたいな、まさかのセクゾーンにそれを聞くっていう、<laughs> そうそう。YouTube で初めて言うけど、僕、セクゾ大好き人間でさ、そう。そうね、セクゾもそうそうセクゾもファンだから、うん、そう、めっちゃくちゃ大興奮して。うん。で、なんか、風まくんが、なんか、いや、でもうちの中島さんは、なんか、バラ加えて寝るんで、みたいな。なんか、<laughs> セクシードアイで言ったらうちの方がすごいです、みたいな。なんか、マウント取り出してほんとすいませんだったんだけど。<laughs> <laughs> そう。<laughs> だいぶうるさかったよね。うん。<laughs> そう、だいぶうるさい。もう、風魔 <laughs> マ,マジうるさい。ちょっとそこはさ、ビーファーストパートのとこでも言いたいんだけど。まあ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 。うん、<laughs> で、なんかケンティが、いやでもなんかすごい、セクシーの片鱗が見えたんで、セクシーサンキューとか言って、りゅうちゃんに言ってくれて、<laughs> <laughs> そう。<laughs> <laughs> 来たーってなるよね。きたーってたってもう、りゅうちゃんどうしたらいいかわからなくて、やばーって言ってたよね。そう。そう。すごいさ、もらったーみたいな反応だったよね。<う>やばーっていう。そうそう素の反応したってめっちゃ可愛かった。<laughs> <laughs> ねえ。え、なんか、しかもその後、料金なんか言っとったやろ確か。そう。なんか、料金そこでも、なんか、料金なんか後ろで言っとって、なんか、それ何回も繰り返して聞いたんで、料金、うん、何言っとるか聞きたくて。うん、うんうん。そしたら、えーー、いいなもらってんじゃんみたいな。なんか、<laughs> いいなーみたいなこと言っとって。<laughs> そう。<laughs> <laughs> いいね、なんか。 やっぱさ、ちょっと芸能人からなんかしてもらったみたいな反応で、ちょっとおもろいね。そう,そうそうそう、そうなんか、ねえ、まあケンティーンさ、セクシー参加なんてもう一緒やってるから、ずっと言ってるから、昔から。うん。なんかそれをもらった感じのリュウちゃんね。いやー、すごい面白かったわ。うん、ああいう絡みあるんやね。いいね。そう、そうなん、マジで激アツ取った。なんかまたリュウちゃんとそのケンティーっていう、確かにリュウちゃんもさ、セクシーだから。うん。 ビーファーストのセクシー担当って別になんかわざわざつけるあれもないけど、まあ、セクシー担当で言ったらやっぱリュウちゃんかなってなるじゃん。<あー S 1> なんかもしあえて、そう言うとしたら。うん、だから、こう、やっぱセクシーの二大挙頭みたいなとこあったかもしれんわ。あー、<laughs> なるほどね。いや、わかるわかる。てかそ、ケンティってボーイズグループとか好きだから絶対チェックしてるよ。うん、絶対ビーファーストもチェックしてるね。うん、そう。だからリュウちゃんのこととかも多分セクシーっぽい若い子みたいな感じで絶対認識しとったと思う。うんうんうん。まあなんならブンブンバック踊ってましたみたいな。 ああ、そうそうそう。そう。あれも私、X で見たから。ああ、そうなん。んあのね、提供その CM 入るときに、ケンティーがね、プルバック踊って、ビーファーがウォーっていうね。うん。もう、最高、あれも。<laughs> ね頭抱えんで。あ <laughs> <う>推しと推しみたいなさ、なんか、好きと好きが合わさったから、すごい頭抱えてらっしゃるんで、サッカー、キータロさんが。めっちゃ嬉しい。なちなみに、ケンティーは、そのライブの MC とかでもやっとったんよ。うん,うん、うんうん。なんか僕が行った公演ではやってなかったんだけど、その、レポとかで見て、そう、ブームバック、うん、踊ってたみたいなレポあって、本当だから、共演できてよかったなと思って。ああその、そのむ、やってました、ライブでもやってましたもん、X で見たわ。見たあ、<laughs> そうそうそう。<laughs> すごい流れてくる。<laughs> その情報あ。やっぱそう だよねうん、いいね。なんか嬉しいね。やっぱり。う。こうなんか、うん、そのさ、結局、b ーストも今回のメインストリームって曲はさ、争う気はないのさ、全然じゃん。でも、うん、やっぱさ、石像側の方もさ、てかもちろん、ジャニーズは多分タレントさん全員そうだと思うんだけど、みんな争う気ないじゃん。基本的には。<笑><笑>当たり前だけど。なんかその感じがすごい石像のさ、やっぱメンバー、ケンティとか、みんなから見えてすごい良かったね。まあ、確かにそうだね。 いい平和と思ったわ、見てて。わかるわかる。そうだね。なんかこれ、ってかこれが本来あるべき姿っていうか、めっちゃこっちも楽しかったから、なんかもう本当これからもいっぱい共演して、みたいな、なんかいろんなボーイズグループ同士がしてほしいなってすぐ思ったわ。うん、そうだね。 その、やっぱ、キータさん、うん、ジャギオータ的目線もあるから、そう,そ,うそう、<laughs> ありがとうだし、そうそうそう。で、ウ、うん、ーファーストこう、応援してる側の目線もあるから、どっちにしろもありがとうだし、<う>みたいなね。うん、そうなのマジで、本当に、本当にもう、めちゃくちゃ爆脇だったわ。ねよかったね。 うん。で、MC で言ったらさ、まあ、BFAST なんならさ、冒頭一番最初、あのー、登場っていうかさ、その、オープニング始まって、もう、真っ先に BFAST 初登場みたいな感じでタモさんが言ってくれて、うん、なんか、もう、レオくんがまずは挨拶みたいな感じで。うん、うん。もうさ、スペシャルでさ、あれだけゲストがいる中で、タモさんの横で、まず BFAST に話振られるっていうね。 うん、うん、そうだね。しかもさ、あれなんだね。その、レオくんがやっぱ横だったんだね。話も振られるし、最初の挨拶の時はレオくんがタモさんの横でっていうやつだったんだ。うん、いいんでね。こ、ね、ちらさ、MC の時タモさんの横、レオくんかなと思ったけど、まあ、やっぱ冒頭はやっぱりレオくんだったね。そう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 。うん、ま、中盤マナトだったりしたけどみたいなさ。そう,そうそうそう。うん、ね。で、なんか緊張してますみたいな。もうレオくんも緊張するんだ。<laughs> タロコじゃない <laughs> タコは一生緊張してるから <laughs> そうだよね <laughs> でその次シュンとかさ僕は実はウーバーワールドさんの時にソロで出演しててみたいなでその時にティッシュもらってたけど今回ティッシュ2個目だからそれは鼻神より使いますみたいなもうすごいしゃれ聞いてんなと思ってうまいよねやっぱうまい。 あれかね、こう、本人もね、最近はナチュラルに MC ができるよいて。<laughs> ライブではないか。<laughs> ライブではないか。<laughs> MC にさ、やっぱさ、気を使ってる方だからさ、ちゃんと。そうだね、うん、そうだね。うん。確かにね、MC ティティッシュってやっぱアーティストといえばさ、やっぱなんかね、なんか醍醐味とか大切にしたいよね。そうだね。だから、2個目だから1個使えるみたいな、キータロさん欲しけよ。ほら、保存用と使用用2個買うからグッズ。<わ>本当に使用するんしせんくないキータロさん。そう,そう、正解。<laughs> 当たっとった。塩せげに2個買うからね、保存用、保存用みたいな <laughs>。使用するイメージ全くないもん、私だって。キータルさんが。そう。保存用、保存用でした、すいません。<laughs> <laughs> 念のためと、を保存用。そう,そうそう。そうそうこういう感じやろや。そう、念のためな。そう。もし傷とかついちゃったら、みたいな。保存しとかに。ちなみにさ、最近断捨離したけどさ、未開封いっぱいあったやろ。うん、やそもそも未開封しかなかったわ。<laughs> もったいねえ。もったいない、マジで。ほんっともったいないなと思いながら、すごい僕らに入れとったやばいよね。<laughs> 本当に。まあ、置いといて、そう。 だから、シュンタはちょっと先輩だよね、m せで言えばね。だから、他の6人はティッシュ1つ目だから、まだ開けれなさそうだよね、うん。うん。そうだね。別に私は使うから、使う人もいるんじゃない最初から。確かに。料金あたり使うわ。料金 <laughs> と粉ま使うわ。確かに。うん。あとーファーストの MC 絡みで言ったら、まあ、ビューティアール紹介でさ、 昔、ソータが、ソーチン時代、ダンサー時代に、あの、エムステのさ、スペシャルの時に、山寺さんが歌うフレンドライクミーに、ダンサーで参加してた時の映像、うん、それも流してくれたよね。 いやー結構流してたよ。結構流してたよね。うん。うん、結構流して、ソータが、ピューってなんかちょっとスローでちゃんとさ、ソータ舐めのやつとかあったよね。ソータをちゃんとアップで映す、あれあったよねたた。しかもいい場所だったしね。ほんに。そう,そうそうそう。ソータすごいいい位置で踊ってらっしゃったよね。うん。しかも山寺さんなんてジ,ジーニーの声の本当の本家だからさ。あ、そっか。そう。 ねだから、エモいよね。前回は本人の横で踊って、今回自分が歌うっていうのがね。しかも自分で今回振り付けしたしね。そうそうそう。うん、でもカラブンのやつだったから、自分で振り付けみたいな。振り付け参加って、なんか言ってなかったっけ確かね。<あ>え<あ>そしたら両方やっとるんそうだよね。だから今日のやつもだし、4年前もだし、どっちもやっとるってことだよね。<laughs> やば<ー>。今 <laughs> 顔しかめてしまった、すごくて <laughs>。いやーもう、ほんと、しかめんようにしとるんに、やだね。<laughs> <laughs> 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 ちょっとおでこ押さえんだよ <laughs>。<laughs> やだね。<laughs> なんか、すごいね。やっぱりね。 いや、すごい、すごい。しかもさ、なんかその、今回その、M ステ出演しますってなって、曲目発表されてさ、ディズニーコラボ、うん、ディズニーステージやります、で、ビーファーストがフレンドで組みやります、みたいなさ、発表あったじゃん、事前に。そう、うん、その時にさ、なんか、そっちにそういえば、みたいなさ、なんか、X で流れてるじう当時の映像とかもさ、なんか、載せてくれてる人とかいて、なんかそれを見てたんだけど、それをさ、M ステ本家でも流してくれるとは、みたいな。ねわかる。引っ張り出し、なんか X がうまい

そう。いや、なんかほんと、え何があったんまあ何もないから、何もないけど。いや、純粋にあれなんだけど。そう <laughs>、うん。それほどすごくてさ。うん、そうだね。いやー。なんか結構感動したよね、結構ね。 うん。だから。感動した。うん。なんか、しかもまたさ、本当大先輩が多い中、まあ、やっぱりゅうちゃん目線で言ったらさ、三浦大地さんとかもいらっしゃってさ、憧れの。そうね。うん。そう。いらっしゃって、彼のステージも見れるし、見てもらえるし、だし、好きですとも言えるし、<か>みたいな。そうだね。うん。確かに。三浦大地さんとか VTR、b f i s t の VTR 見ながらすごい微笑んでらっしゃったわ。わかる。<ー>ねすごい兄貴っぽい先輩っぽい感じの、なんか、ね、うん、頑張れよ、みたいな 感じの感じ。そう,そうそうそう、そ、ね、うん。友好継承みたいな感じで魂受け継がれとるよね。<laughs> <laughs> 好きだねー、みたいな。そう。友好形象好きな俺、俺だけだからさ、すごいありがたいんだけど、俺は。言ったところで伝わるの聞いたらそんだけみたいなところがあるもん、ね、そう。だから別に収録しなくていいのよ。<laughs> 雑談でやって、それ。<laughs> 友婚継承って言いたい、ね、私。好きだ。なんか友婚継承っておもろいよね、単語が。こっち。<う>漢字がさ、固まっててさ、ちょっとヤンキー見ある感じもすごい好きだね、おもろくて。確かに。よろしく、みたいな。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> なんかすごい好きな、おもろくて。<laughs> ねえ、すごい笑う。キータロさんだけだから絶対これで。そうだよ、確かに。そうだよ。流行 <laughs> 継承って言ったんがにさ、全然さ、視聴者の方に継承してないから、その面白さ。俺にしか伝わってないから。魔法っていトーターがね、あといらっしゃればね、そうね <laughs> 見てらっしゃればね、うん、あれだけど。ねうん あとは、その B ファーストのパートの時にさ、まあ、B ファーストでースして紹介やった時に、後ろの列でさ、ジュノンの横に、まあ、セクゾのフーくんがいて、その横に勝利くんがいたんだけど、そうなんか、ーマも一緒になってなんかお辞儀して、B、うん、ファーストのメンバーですみたいな感じで挨拶したのすげえ面白かったよね。よかったよかった。なんか、ジュノンもすぐ受け入れてさ、<laughs> そう。なんか、メンバー感あって、後ろ。マジで。<laughs> そ,うそうそう。ごめんね、申し訳ない。フーマしつこいから、なんかすごいずっとやっとって勝利が止めとったんだけど、そう。だからジュノンもさ、途中で腕くる。 踏み出してフまじュノって言っとる人って <laughs> もう君で来たん、えっと、早いね 不まじ能ができとって、そう。なんかちょっと、ジュノン可愛かったわ、あそこ。いや、あそこ、あそこよかったね。そう。確かその横、シュントで、シュントがちらって見てニヤニヤみたいなさ、感じだった。そうそうそう、そう。平和。平和。ね平和だったよね。いや、ほんと、うちの菊池がすいませんって感じだったんだけど、こっちとしては。なんか、そう。推しだから、ごめんなさい感でとる。そう。いや、だけどもう、まあまあ、でもほんと、なんか、いい空間っていうか、なんかすごい、ああ。 いいものを見れた、なんか生きてたらいいことあるな、みたいな。メイドの土産みたいな感じ。なんかもう <laughs>、うん。 で以上でね、今回は、まあ、ミュージックステーションの秋の3時間スペシャルについて、あの、主に、あの、B ファースト絡みの MC 周りについてね、話してったんだけど、いやー、なんか本当ビ B ファーストが増れていろんなアーティストと絡むの、やっぱ M ステイならではだよね、結構、遠くで絡む系っていうのはさ、そうだね。うん。そう、それがめちゃくちゃ堪能できてよかったわ。いやー、わかるわかる。なんかやっぱ平和だったしね、なんせね。うん。うん。いや、そう。 気のせいなんか M ステすごい良い番組じゃなかった <laughs> 気のせいとか言ってさ <laughs>。何回も言うけど。うん。良かったね。良、うん、かった良かった。なんかすごい。うん。でも今日本当良かったよ。あ、そうなんだ。やっぱ見と,ると思うけど、やっぱそんな感じなんだ。うん、嬉しいね。そうだね。まあ他の日、他の回がどうとかじゃないけど、うん、今日はすごい良かったね。うん。え嬉しいね。うん。え、ね、まあだからさ、今日のミュージックステーションが楽しかったね。そうだねー。<music>